ラブ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 ラ。いや、今日ずっと一日中そのドラフトのことで頭がいっぱいで、その2位っていう、まあ、上位で指名していただいて本当にホッとして、嬉しい気持ちでいっぱいです。名前が呼ばれた瞬間はどういうお気持ちでしたか？いや、本当にさっき言った通りずっと一日中緊張も続いてたんで本当にホッとしたっていう感じです。今セリーグ首位を走りますヤクルトに対するイメージ何かあれば教えてください。高津監督が YouTube で動画、ヤクルトの公式の動画があったんですけど、その高津監督の言葉を聞いて試合前のモチベーションにしたりとか、多分ヤクルト雰囲気良くてとても充実している球団なので本当に幸せです。明治大学として、12年連続でこれでプロの世界に選手、送り込むということなんですけど、この母校の、歴史をまた1ページ作ったということに関してはどう思われますでしょうか？やっぱりそういうプレッシャーっていうのはかなりあって、本当に自分たちの代で途切れたらどうしようっていうふうにずっと思っていて、本当に、伝統をつなぐことができて本当に良かったです。ドラフト会議を終えまして今のお気持ち、率直なお気持ちお聞かせください。やっぱり緊張していた日なのでほっとした気持ちでいっぱいです。ヤクルトからの2位指名ということで、ヤクルト球団のスワローズのイメージ、印象というのを、お聞かせください。投打ともに、本当にレベルが高く、とても強いチームという印象です。はい。ご自分の目標にされている、あるいはその理想の選手、そういった選手おられましたら教えてください。やっぱり昔はイチロー選手が、目標だったんですけど、今は引退されていて、これ誰っていうのはあんまりないんですけど、やっぱりもうプロ野球選手は一人一人レベルが高くて、本当にもうそういう方々に負けないように頑張るだけだと思ってます。最後、今後プロ野球選手としてどういった選手になっていきたいかっていうのをお聞かせください。第一線でしっかりと活躍して、小さい子どもたちから丸山みたいになりたいと思われるような選手になりたいと思います。神宮球場に見に来ていただける、あるいはビジターの球場に見に来ていただけるファンの方に自分のこういったところを見てほしいというところを最後にお聞かせください。はい。自分の持ち味は守備力だったり走力だったりするので、そういうところを見ていただければ嬉しいです。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます。